ビンゴ5は日本で1994年10月1日に発売が開始された数字選択式全国自地宝くじにおいて2017年4月3日から新たに発売が開始された宝くじの一種縦横3マスずつ計9個のマス目のうち中央のマスを除いた8個のマス目に記載された5つの数字の中から1つずつ01から40までの 数字のうち、計8個の数字を選択するものである。中央のフリーマスは、適中扱い。抽選は、毎週水曜日18時45分から行われる。選択した数字と抽選された数字が一致したマスと、中央のマスによって、縦、横、斜めの計8ラインのうち、揃ったラインの数で1等から7等までの当選が、決まる。2021年2月現在、 宝くじ売り場と宝くじ公式サイトで購入可能。他の数字選択式宝くじとは異なり ATM では購入できない。自分で数字を選ぶのではなく、機械が自動的に数字を選ぶクイックピックという方法もあり、これは他の数字選択式自地宝くじである、ナンバーズ3やナンバーズ4などと同様である。ビンゴ5の収益の一部は日本で行われる。 ラグビーワールドカップ2019、2020年、東京オリンピックパラリンピックの運営に役立てられるため、くじ県には、当該ワールドカップロゴ、2020年、東京オリンピックパラリンピックのロゴが印字される。毎週水曜日に、東京宝くじドリーム館で行われるビンゴ5と、その後のナンバーズ抽選会は、第1回より、第102回抽選。 2019年3月27日、抽選までは、MC のラリゴ、岡田慈平とダンサーが抽選進行を行っていた。なお、第103回以後の抽選とジャンボ、宝くじ発売時期の週1に、大阪宝くじドリーム館で行われる、抽選会では、MC やダンサーが登場せず、従来の抽選会と同様に抽選が行われる。 1> 第1回の抽選は2017年4月5日に行われ、抽選数字は1.1013.1923.2835.37。一等の口数は2口で、当選金額は857万8800円となった。ありがとうございます。